こんにちは、ニュースフェイスです。台風18号による大雨で大きな被害、運転手の指導や取り締まりを行うとしています。情報提供は明日から受け付けます。京都市左京区の府立植物園に今日、地元出身の現代アーティストによる日時計がお目見えしました。植物園の北門すぐに設けられたステンレス製の日時計、地元のロータリークラブが創立40周年を記念して寄贈したもので、京都市出身の現代アーティスト森康之さんが制作しました。直径2メートル、高さ30センチの文字盤には鉄の針金でかたどった力強い十二支の姿が表現されています。どの動物も鉄の質感を生かしつつ躍動的に仕上げられていて、除幕式を終えた京都府の山田知事は関係者に感謝状を送り、新たなモニュメントの完成を祝っていました。また今日は付近の近陵幼稚園の園児らも植物園を訪れ、迫力のある竜やイノシシなどに興味津々の様子で見入っていました。祇園の老舗で